じゃ皆様、よ、ここまでですね、皆さん、校長先生の話ありますよね。そういう時って、イライラしますよね。なんでなんで、太陽の下で、あんなに、熱中症の覚悟で、校長先生の話を聞かないといけないのか、時間の無駄、労働の無駄、ということでね、この動画を見てから、校長先生の話が完全論破されたというか、なんというか、実行したら、校長先生の話がなくなります。実際に実体験があります。A 子さん、僕の話を聞いてどうでしたか？とてもすごい感動しました。こういう検証結果が出ています。ということで、皆さん、この動画を見て、校長先生の話が長い時とか、そういう時に、この動画を見たことをやってください。絶対に校長先生の話がなくなるんで、どうぞ。はい、皆さん、人生というものはお考えになられたことあるでしょうか？私たちが生まれてきた以上、人生というものがあります。私たちは、めんどくせえ。なんで俺がいちいちこんなクソみたいな話を聞かないといけないんだ。長すぎる。どうやってしたらこの話を聞かずに済むのか。そうだ！どうせ生まれてきたのなら、そんな悪い人生じゃなくて、もう楽しい人生。面白い人生。どうした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 大丈夫か大丈夫かどうした苦しい苦しいああ苦しいああ大丈夫かな君しっかりしなさい。これは熱中症ですね。長い間太陽の下で校長先生の話をダラ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 聞いているため、こんな風に症状を起きました。今すぐ、全校生徒を教室に返すべきです。私は悪くない私は悪くない私は悪くない私はとりあえず、一旦全校生徒の皆様は、教室にお帰りください。あ、治りましたやっと超えれる超えれる超えれるぬどんぬ明日は朝礼か。どうしたら校長先生の話を聞かなくて済む？そうだ！これが校長先生の使うマイクか。なるほど。はぁ！へぇー！今から校長先生の話が始まります。気をつけ。礼。お願いします。はい、今日はです。はい、今日はですね。今日何を話すかと言いますと、すいません、ちょっとマイクの音量を上げてください。今日、何を話す？今日はちょっとマイクの調子が悪いため、校長先生の話をなしとさせていただきます。気をつけ。ねえ。ありがとうございました。皆さん、人生というものをお考えになられ。はい、皆さん、人生というものはお考えになられたことあるでしょうか？私たちが生まれてきた以上、人生というものがあります。私たちは、めんどくせえ。なんで俺がいちいちこんなクソみたいな話を聞かないといけないんだ。長すぎる。どうやってしたらこの話を聞かずに済むのか。無意味で人生を過ごすのじゃなくて。そうだ！みんなこれ、この話聞いて、何も面白くなくね？楽しくはないけど。いや、普通に聞いてさ、こんなさ、長い話さ、だら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 聞かされてさ、何も面白くねえよな、みんな。おい、それは言ったらダメだろ。先生に怒られるぞ。ほら、そこ、何を言ってるんだ、校長先生。この全校生徒がみんなあなたの話を聞きたくないって言うなら、今すぐこの話をやめてもらっていいですか？僕たち全員、ここにいる全員が望んでないことなんで。そんなことあるわけないだろ。校長先生の話だぞ。聞きたい人なんかいくらでもいる。みんな、話なんかやめてほしいよな。聞きたくない。やめろ。いらねえ。もっともっと遊ばせろ。なんで俺たちがそんな話を聞かないといけないんだ。帰れ。やめろ。校長先生の話は、これで終わり。完全勝利。